うさぎ跳びチャンネル。こんにちは、GTA 版うさぎ跳びチャンネルです。今回はオートショップミッションの IAA の攻略についてお話をします。オートショップのミッションは慣れるまでは結構難易度が高いものが多いんですよね。まあ、基本的に全部覚えゲーなので、まあ、敵のリスポーン場所とかね、脇場所を覚えてしまえば、だいたいこう慣れれば簡単にどれもできるようにはなるんですけども、まずはね、投資で見ていただいて、その後に逃走ルートやレシピの場所なんかも紹介、解説していきます。Hey, what's going on out there? And who the fuck are you, you little bitch? You don't look like the rest of these clowns. Fuck off out of here. Who you calling, your mama? Put that shit away. What up? Put me on a motherfucking speaker. Recognize this voice, motherfucker? Shit. Kenny. What'd it do? Didn't think I'd find your motherfucking ass in here, did you? I swear, I was gonna call you. Slap the shit out this whole ass nigga. Let him know where the fuck we coming from. Get up in that nigga's face and make sure he recognizes how serious this is. You gonna lie to me again? Lucky is my dog in your face and not me. What you need to know? Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about it, motherfucker. I'm giving it over. I'm sorry, Holmes. Little bitch. All right, you got it. Now look at that motherfucker. Make sure he never forgets your face and get the fuck out of there. Fuck me.
No surprise, the cops got a fast response time when you rate the fucking IAA.で現在のねオートショップのミッションというのは目的地に最後まで行かなくてもある程度行けばクリアとなってますね。敵の出現なんかもちょこちょことね微妙なアップデートによる修正が入っていて、連邦保管庫とかね他のオートショップのミッションなんかも、若干出た当時とは変わってるんで立ち回りなんかがね変化していってます。でこの IAA は最初はね結構やられる確率っていうのも高いと思いますし、レシピの場所がね分かんなくて手間を食う人なんかも多かったんじゃないでしょうか。で慣れてきてねタイムアタックをするんであれば IAA を出た後にレシピの場所に行くときに最短で向かってゴリ押しで警察を倒しながらでも行けるんですけども、まあ、僕はねレシピ探しにイライラしたくないんで手配度を消すルートっていうのを通っています。でこの後にねそのルートの紹介とレシピの場所なんかをこう解説していきますんで最後までご覧いただけたらと思います。で手配度を消す逃走ルートに関しては途中まではその右と左側のねどっち側にそのレシピの場所が出ても途中まで一緒です。であとはトンネルを抜けていくんで出るタイミングを若干ねまあ、これはその時その時によって微妙に違うんで、そのマップを見ながら、タイミングを測りながら、出れば手配度が消えるっていう感じになっていくんで、そのあたりも解説しますんで、参考にしてください。で、ここからはもうレシピが早く見つかるかどうかっていうだけなんで、タイムアタックに関してはね、運の要素っていうのがかなり強い部分がありますね。ここですぐ見つかる場合と、なかなか見つかんない時があるんで、この中をうろうろして、で、こっちの場合はね、車で動くにはちょっと無理があるところもあるんで、ぐるっと回って、ちょっと見回したら車降りちゃった方が早いんじゃないかなと思います。で、こう、うろうろしてもらって、で、あとはね、これがなかなか反応しない時があるんで、結構イラつく時がありますね。まあ、今回は比較的スムーズに見つかった方じゃないでしょうか。あとは目的地、クライアントのところまでレシピを届けて終わりになりますね。で、これも黄色いね、ルート通りに行ってもいいんですけど、こっち側通ると結構早く行けるんで、参考にしてもらえたらと思います。ここの線路行きます。まあ、あとは見てもらって参考にしてください。で次はですね、今行った方のレシピの、手配度を気にせずに直接目的地に向かうパターンですね。この場合はこっち行きます。でこれを抜けてもらって、ここから線路に乗っかります。
であとはずっと線路沿い行ってもらって、である程度行くとね、海か、川っていうか海っていうか橋を渡るんで、それを目印にそこまでずっと進んでもらいます。ここですね。これを渡ったらここから左に入ります。これでさっきの場所に最速でたどり着くんじゃないかと思います。ただね、このルートで来ると手配度が運がいいと消えるんですけど、今こうやってね手配度残ってるの分かると思うんですけど、手配度が残ってるんで、次はね、違う方のレシピの場所、トンネル抜けて左側にあるパターンですね。でこれは同じように最初の方と同じようにこの川のところをずっと進んでって、これは最初に見てもらったルートと同じ流れになります。でまたここくぐってもらって、ここまでは最初の手配度消しルートと同じパターンになります。でこれを抜けた時に抜けてすぐ左に入ってください。これですね、ここでこのまま左に行きます。下に落っこちないようにね、勢い出しすぎてると落っこっちゃうんでね。あとはもうこのままストレートに進んでもらって、まあ、大概この辺りで手配度は自然に消えるんで、消えてなければ若干速度の調整をしてね、この辺でもう消えるんで、であとは同じようにレシピを探します。でこっちの場合はね、車でも回れるん で今回はまあすぐのとこにあったんで、かなりラッキーパターンなんですけども、ここはまあ車でうろうろしながらレシピを探す感じになりますね。でこっちからクライアントのとこに行く場合は、まあ、黄色いこの指示通りに行ってもらって、でね、高速道路みたいな感じ、ここね、ここを来たら、まあ、あとこれひたすらまっすぐ、途中でね右に行けっていう感じの指示出るんですけど、多分まっすぐ行った方が早いんじゃないかなと思うんで、まあ、見ててもらえればわかるんですけども、この辺りでね、右に行けっていう感じで指示が出るんですけど、これを無視してまっすぐ行きます。速度がね、出るんで、多分こっちの方が速いかなと思います。あとはひたすらまっすぐ行ってもらって、で、この辺でね、そろそろ右に行けっていうのが出てくるんで、それは指示通りに。ここですね。これを右に行って、あとまっすぐ行くだけなんで、こっちの方が運転もしやすいんじゃないかなと思います。あとはまっすぐ行くだけですね。で、完了になります。はい。But when you get there, keep your nose to the ground.であとはね、レシピの場所ですね。こっちにレシピがある場合は、まずこの辺り。このエイムかかってる辺りね。で、あとは、この辺り。まあ、あとね、この、まあ、うろうろしてもらって、砂がちょっと山盛りになってる場所っていうのがあるんで、それが一応目印ではあるんですけど、
で、それを探すのも大変なんで、まあ、回数やってれば、まあ、こことこことここみたいな感じで場所を覚えてくるんで、まだここですね。で、この柱にね、スコップが重なって立てかけてあるとかなり見づらいんで、見落としに注意してください。で、ここも砂がね、こうやって山盛りになってるんで、この辺にスコップがある場合もあります。で、ここにスコップがありました。まあ今、だいたい全箇所紹介したんじゃないかなとは思うんですけども、まあだいたい今みたいな場所を覚えておいてもらって、まあ車の止め位置にもよるんですけど、パパッと回ってもらって、いかにまあレシピを早く見つけるか。これがね、慣れるまでに結構イライラするんですね。せっかくここに来たのになかなかレシピが見つからないって言ってね。かなり、当初イライラした記憶はありますね。で、次はこっちの砂浜の方ですね。こっちはまずここのあたり。この壁際ですね。で、ここになければ、反対側の壁際のあたり、ここですね。で、今ここにもスコップがあるんで、この位置ですね。で、ここになければこのソファー、このソファーの上ですね。ここにスコップが置いてあるんで、あと、こことか。まあ、こっちの砂浜の場合は、壁際の2箇所以外は、まあ、こういう感じで、なんかのオブジェがあるところ。あと、ここにも、こう、砂の山が、ちょっと山盛りになってるところがあるんで。で、あと、ここ、車のとこですね。まあ、こういう感じで、何かしらのオブジェのところにあるんで、で、ここの車の場合はね、この車の中にスコップが入ってるパターンだと、かなりスコップを見落としがちなので、気をつけてください。という感じでね、レシピの場所っていうのが大体これで分かってもらえたかなと思います。で、ある程度の場所を把握して回る順序を決めとけば、そんなにこう慣れると手間はかからないようにはなってきますんで、この後ね、一応その準備段階の準備ミッションっていうのを、ジョブワープ使ってやってるところっていうのは最後、パパッと流しますんで、お時間ある方は、まあ、ジョブワープ使うとこんぐらい早くできますよっていうのを見せてるんで、まあ時間ある方は見てってください。ということで、今回はこんな感じで IAA のミッションの立ち回りっていうのをご紹介してきました。またじゃあ別の動画でお会いしましょう。Alright, if we finna start a drug war with the IAA, we bet. Got the
location of the subway entrance. Coming over now. George here reminding Okay. うさぎとびチャンネル。